はい、効き目を調べたところで実際に助走を取っていきます。まずは最初にポールの真ん中、ボール、そして自分の効き目側の足がまっすぐにあることを確認します。ここから効き目側の足から下がります。1、2、3歩下がった後もボールの真ん中とボール、そして自分の足が一直線なことを確認しましょう。下がってきたところに対してまっすぐ90度ですね。2歩目もしっかり90度で取ってあげます。今のテクニック、これが上手にできるとボールが8種左右にずれた時も気にならなくなります。